大人同士のガチンコトーク、大竹紳士公有録、月一レギュラー、東京新聞の記者、餅月磯子さんです。はい、よろしくお願いします。さて今日は。はい。うん えっとそうですね、うん、BBC が3月に報じてから、うんまあ、かれこれ2か月経ちますけれど、うん、その後4月12日に、まあ、初めて BBC があのプレデターというジャーニーズ創業者の、うんえー、事務所創業者のジャニー喜多川さんの,、うん、あのかつての青少年、まあうん、アイドルを目指す元ジュニアの方たちへの性暴力疑惑を報じて、うん、その約,、まあ、約1か月後にあの岡本カウアンさんという、うん、日系ブラジル2世の方が、うんえー、かつて所属していた時に2012年から 16年の間に15回から20回同じような性暴行を受けたという告白が出ましてでそこから約1か月ぐらいはかかったんですけれど5月、先週ですね日曜日に大きく動きがありましてジャニーズ事務所のジュリー社長が、え。ー まあ動画という短い1分ちょっとの動画でしたけれど、うん、まあ多くの方たちに対してのお詫びを表明しまして、うんはい、A4 版で約5枚ぐらい、えー、そのジャニーズ事務所として創業者の北川さんが行ったといわれているその性加害の問題にどう向き合っていくかといったことの表明を A4 版5枚ぐらいでしたと,、はい、ということがありましあその話が出てから、まあ、ようやく、まあ、正直言うとです、ね、BBC が出て。うんうん まあそれでもまだまあ文春さん以外はまあ我が東京新聞も結構おとなしくてそのあと約1か月後にそのカウアンさんという方がまあ今26歳の歌手の方ですけれど出てきて BBC の報道取材も受けた中でやっぱ背中を押されるようにこう出てきたようなところがあってでその時も私はまああの特派員協会に行ったんですけれどもまあ記者はまあ外国の方含めて100人以上かなり満席でテレビはほぼ各局が来て でででも各局ないすね代表取材で1台ただ取りに来てた社は結構それなりにあったんですけど結果としてテレビがその日報じることはなくて NHK が翌日に2分その翌翌日に日テレテレ東さんがネットの新聞だけで12分流すと初め本当に静かでですね新聞各紙は東京朝日毎日なんかは扱う うちも扱ったんですけど囲みの記事だったり、うん、まあ第三者面っていうこう一社二社三社って紙面はあの新聞の場合あるんですけど三番手になる、まあ、漫画のところのページでは読めないそのさらにページをめくらないと見れないような感じで、まあ、全体としてもやっぱり私もまあ伊藤書里さんの時に感じたんですけど告発者がこう出てきた時になかなか日本のメディアの動きは鈍いなと、まあ、もうそもそもまあ我が社会社で議論された時も一部ではあの今回今週特こちら特報部がようやく。 あのジュリーさんの謝罪を受けて大きく報道が始まりましたけど、うん、その時はやはりあの北川さんがもう亡くなられてるので、うんまあ、反論できないということで、うん、やはりその報道をするのはちょっとなっていう非常にまあ、まあ、なかなかやっぱり報道を積極的にやっててみようという感じはなくてですね、うん、まあその動きっていうのは私もまた伊藤栞里さんの時なかなかこうあの不起訴になっている事件を、うん、あの不起訴不当だという告発だったんですけれど。うんうん まあ彼女の場合は、まあ、あのまだ TBS の山口さんはご健在ですけれども、うんうん、だけどやはりその刑事で不起訴になったものが、うん、えっと確実にまた起訴されるというのはほぼ99%ないと、はい、だと逆に我々書いた方が、まあ、名誉毀損で訴えられる可能性もあるってその時も扱いが非常にそれはもっと小さくてベタ記事という一段の小さい記事で。うんうんうん でやっぱり日本はなかなかあの BBC が出たり勝利、うん、さんの時はニューヨーク・タイムズに大きく報道が出たりとか、はい、海外の方が先行するなという、うん、これでいいのかなと思い、はい、私また思ったんですけど、うん、ただあのその伊藤翔寧さんの時と変わって。 やはり、まあ、当時からありましたけど、うん、今本当に多くの人が YouTube を見たりツイッターや Facebook とか SNS が発達したことであの川ンさん自身もおそらく日本のメディアは、うん、あの日本の日本プレスセンターで記者会見をやるのを考えたんだけど、うん、ほとんどやはり報じられないだろうと、うん、やはりテレビ芸能とジャニーズ事務所というこのあまりの強さ、うん、これまで昭和を一緒にエンタメをね作って盛り上げてきたということがあるので、うん、まあいろんな意味で圧力がかからなくても忖度が働いたり、うん、自主規制 が働いいいてやれななんじゃないかだからせめて特派員協会でやって、うん、海外のメディアの方にこの日本の状況を報じてほしいし、うん、あの彼自身があのブラジルとに、うん、日本でこう行ったり来たりをしてたこともあって、うん、あのやっぱりこれからはジャニーズ事務所含め、まあ、日本は海外のエンタメ市場でも勝負したいっていうことをまあ思ってる、まあ、BTS とか韓、うん、国のように海外でも歌や踊りで勝負したいっていう、うん、そういうあの若手が多いのでそういう人がやっぱり夢を描けるような日本のエンタメ界にしてほしいという まあ思いも強くて、はいうん、でそういうこともあってあの海外も書き始めましたけどただ次第に YouTube や Twitter とかでも、うんえっと、カウアンさんがあの私と尾形さんという、うん、元朝日の方がやってるそのアークタイムズでも、うん、カウアンさんに出,た出て頂い,いて2時間20分ぐらい結構ロングインタビューをさせていただいたり、はい、まあ他にも三崎裕太さんという青白王子さんの YouTube に出たりとか、うんまあ、YouTube 上でやはりその後もう発信を彼はまあの続けてくれまして、はい、その流れがこうこうじばじばとくる中で、うん、あの。 私自身ジャニーズ事務所の関係者の方とお話を聞いたりする中でやっぱりあのいやテレビが全然やらないからといって、うん、本当にこのままでいいと全く思ってないと。うん、でなんとかやっぱりその多くの被害者がいるだろうってことは想像できるのでその子たちがどうやって、ま、被害に遭ったという声を上げて、うん、あのどういうふうなケアを求めてるか、うん、ということをしっかり向き合えるような窓口を作りたいとか、うん、あの実際実は、ま、テレビや新聞がそんなにあの騒いでなくても実際はもうそのジャニーズの方たち自身はあの。うん まあファンの声もあるんでしょうけどもっときちんとああやってカウアンさんが出てきたことでその後にまあえっとに今週えっと出てきましたけど橋田さんというね元ジュニアの俳優でプロダクション経営を始めてる方も出てきたりまあそういう人がやっぱり続いているのでこれはやっぱり見過ごせ見過ごせない問題だな,だなということはね事務所としても非常に強く自覚していてあの謝罪の動画を出す前からあの事務所が結構積極的にジュリー社長をはじめいろいろねや,やめてほしいという声もたくさんあっ やはりもうあのそ,そこに、ね、蓋をしていられる時代ではなくなったという意識も含めて、うん、まあ出てきてくれたなというのがありましたそれでまああの本当はその立憲民主党にあの今週の、えー、と16日ですねカウアンさんと、えー、その橋田さん2人が出てこられて、うん、でもう一人、えー、と日本儀っ、えー、と秋ささんという、うん、まあ大阪在住の彼はもう芸能からは離れて、うん、普通の会社員の方らしいんですけどその方もえっ、ー、と 文集さんんには出てたんですけれどあの初めてその立憲民主党の国体に対して、うん、まあその性被害に遭ったとで自分のような、うん、あの彼自身実は25年間、うん、えその被害に遭ったことをずっと封印していて、うん、でただ BBC があってカウアンさんが出てきて、うん、やっぱりこの問題にずっと封印したまま死んでいこうとも思ってたのかもしれないんですけどやはりこの問題に同じような被害に遭って苦しむ人たちがやはり、うん、あの声を上げられるようにしなきゃいけないって。うん、まあ彼自身あの 今私もこれあの、うん、日本毅さんには質問、うん、あの取材申し込みしてるんですけど実は他にもやっぱりいっぱい殺到するので、うん、あのそれを受けるたびに若干こうフラッシュバック記憶を喚起しなきゃいけないのでそこで苦しんでるけど、うん、でもやっぱり一番ここから何か変わっていってほしい多分今でも全く違う形態でね、うん、大人や、まあ、地位関係性を利用して、うん、セクハラやパワハラで苦しんでる人たち子どもがいっぱいいたとしたら自分のように彼はこう抱え込んでそれこそ25年我慢してたけど。 うん、その後本当に何度もこう自殺をしようと思ったとか、うん、でそれを救いを求めて聖書を読んだりとか、うん、あの本当にフラッシュバック川合さん自身もそうなんだけど、うんうん、やはり 78年経っていきなり出てくる人っていうのも本当に多くてですねそういうことに苦しんでるとだからやはり小さい時に性被害を受けるってことがどれだけね人の心や体を蝕んでしまうか含めて本当にそういう実情を知ってほしいのと法整備含めて立憲民主党の中では児童虐待防止法で何が問題なのかとかあれは親しか罰することができないのでそういですねなんだから今回のようなそういう地位関係性上ね教育者だったり指導者の方からも 受けた時にもええ親やその第三者が知った時に通報しなきゃいけない義務なんかを作るとかですね、うんうん、そこも広げられないかとか、うん、刑法の性犯罪改正は今16歳以下に対しては、うんえー、性行動員の 合意がない限りはあってもなくても絶対ダメだという決まりを作ってる成功統制教材で改正しようとしてるんですけどそこにも穴がないかとかを議員の方たちが質問を聞きながらですねカウアンさんと橋田さんのお話を聞いてったというようなことがあって。 でちょっといろいろ動き出して私はあの4月の11日以降カワンさんのともやり取りをちょこちょこしてたので、うん、あの本当にしおりさん見ててもそうだったんですけど、うん、出れば出るほど必ずなんか、ね、性被害の被害者って「うん、お前が悪い」と「うん、お前がそんなハレンチこう胸が開いたようなあのブラウス着てるからだ」とか、うん、本当にしおりさんがセカンドバッシングに苦しんで、うん、ネット、まあ今でもなんですけど見れなくなっちゃった状況とかしてたんでカワンさんがすごく強気にあの本当に堂々と理解して 県の民主党の質疑の時もやってたんで、うん、やっぱり1ヶ月含めてインタビューを受けることも重なったとはいえ、うん、まあやっぱりあまたさらに成長したなというふうに思ってたら、うん、まあ実はその昨日、えっと電話が来まして、それはツイッターで発信する直前だったんですけど、はい、あのやっぱりパニック障害を再発してしまったと、うん、でそれはそもそも去年、あの発症してしまったというのがあって。うん その苦しみの中でやっぱり自分の中で蓋をしてたその性被害のこととかも含めてやはり話さ,話さなきゃダメだなということをまあ感じるようになったんですけどで出てきたことでやっぱりあ,のあんまり私にそこを話すことはなかったんですけどまあネットなんかを見てるとあのお金欲しさなのかとかですねそれからなんかこうあの徹底的に事務所を潰せとかですね彼自身はもっと何て言うんですかなまあジュリーさんと2時間対談したこともあってあの前向きにその事務所がどういうふうな状況に まあひ,ひたすら事務所を追い込みたいわけでもなくて、うん、あのそういうことが二度と起きないようなシステム作りとか、うんうん、彼のようにやっぱり前に出れるって人は多分本当に少数だと思うので、うんうん、そういう方でも心のケアを匿名含めて相談できるような窓口とか第三者機関の設置含めてそういうものをまあ少しでもあの進めていってほしいっていう思いがあって。で戦っっててああてある種の まあ声を出して出てきてくれた彼がまあ逆にネット上なんかで含めて誹謗中傷を受けたりで逆にあのちょっと直前に話した時はうん自分がこうやったことでそんな意図はなかったけどそのジュリーさんや間に入ってくれた支援者の女性の方をもう追い込んでしまったんじゃないかとかまあ自分のやったことをきっかけに誰かその自殺者が出るかとかねそ,そんなことを本当に全く望んでないんだけどそのことがすごい怖いということを言っててで私はでも逆に聞いてると。 河野さんが。 あの出ててこなくてもねただ初めに出てきてくれたってことはすごくみんなの背中を押したんだけど他の方たちの告発を聞いてもやっぱりどうしても今のトップであるまあ北川さんが亡くなってしまった以上まああのジュリーさんがある程度この責任も含めて全体をやっぱ責任持って対処していかなきゃいけないしでそうなってしまったこと自体はねカウアンさんの責任じゃなくてやっぱり私たちメディアテレビも新聞もね芸能音楽業界もみんなが分かっていながらずっと野放しにしてたようなまあ社会全体のメディアの 私たちの責任もあるしこれ全然カウアンさんが何かや,やらかしたからこのような状態になったんじゃなくて、まあ、日本の社会全体の問題なんだからその自分の責任だと追い込まないでほしいってことはまあ伝えはしたんですけれどただこうやっぱり自分自身を責めちゃってるようなあの他の人が自殺するのがこう怖いんだって言いながらも私はやっぱり彼自身がねそういう衝動に走らないかなっていうその 怖さの方が大きくてですね。すねうん、だからあの今ね聞いてる方、うん、たくさんの方聞いていただいて、うん、その意図がね何なのかとか疑問に思う方もいるかもしれないんですけど、しおりさんの時も同じようなことを言われました。でも、うん、いろんな告発えっとえっとこの間、ね、の高田、うん、えっと高田さんちがあの自衛隊の,あの被害を。うん リナさんごノいリナさんの話聞いても前に出るってことは出るだけ確実に叩かれるのでそれはねあの本当に何かをよくしたいとかあのやはりまっとうな何かを子どもたちにもっと明る,明るい社会で生きてほしいとか何かあった時に大人に助けを求めてほしいとかそういう信念がないとその金,も金欲しさだけでは <laughs> とてもとてもああやって皆さんのしおりさんもリナさんもかんわさんもそうなんですけど戦えない。だからその 人たちがどれだけの勇気で怖いながらも今前に出てきてくれたかってことをちょっと忘れないでほしいなと思いましてすいませんちょっっと長くなってしまいまいやいやいやだこういうのが全部ね全てな BBC とか外国発信でこうどうしようかと思ってた日本のメディア、まあ、様子を、まあ、僕からすれば様子を見ながら、うん。うんはい の感じがちょっとありますよね,すねでも本質はやっぱり児童虐待で児童、うん、虐待がその,その親、はい、親との関係の間にしかこの関係は生まれないっていう,いうだそうじゃないよねってそういうのをやっぱしメディアはやっぱしちょっと暗黙の了解の中で、はいうん、メディアも 許してきた可能性はあるよねそれでまあ外国発信でこうなってくるんだけど本来ならばもっとに自分たちでそういうこともいろいろやっていかなくちゃいけないところが、うん、そのなんか外圧に押されてって,て,ってまあ LGBT もみんなそうですけどまあだからそういうふうに思うと。 日本というこの国のね、うん、気候全体がやっぱしそのなんていうのを進んでいく社会の中でこう旧大全とした形だけが、うん、残ってっちゃって、うん、しかもそれをなんか暗黙の了解のうちに今日まで続けてきたみたいなことが。 私や物質さんや社会を構成する人にも大きな責任あるよねだから今回のことでね事務所を批判する声はたくさんあるんですけど一番突きつけられたのはなぜメディアがこれを許してきたのかとファンの方が先々週かな金曜日に1万6,000に筆の署名を集めて事務所への改善の要望相談窓口の設置の要望とともに言ってたのがやはり1967年に女性自身 があの初めてて書いて竹中朗さんという、まあ、有名なジャーナリストの方だったらしいんですがはい、はい、その後1988年にフォーリーブスの北浩二さんという方の告発本が出てその後も元ジュニアの方の本は出たりしたで、えー、と1990年代には文春さんが14週連続で、えー、とずっとこの性加害問題を書いてで告発あのジャニーズ事務所に北川さんに告発されてで民事で争い続けたんですけど最高裁ではそのセクハラ行為については認定された。それ でも当時ファンの方が調べたら朝日と毎日新聞さんがベタだけで小さな記事だけで書いていただけで全く彼彼彼女たちのファンの記憶にもなくなぜメディアがだからメディアと事務所の癒着なぜメディアがもっとこの問題をきっちり受け止めてくれなかったのかメディアに対してやはり反省と検証を促したいと言ってて私自身まさにそっちの方が重いテーマだなというふうには思ってますしかもそれとテレビ局もそういうのに乗って使ってきたっていう。 昨日 NHK でちょっと黒ゲでやってすごく良かったので見逃し配信見れる方は見てほしい中で指揮者の方が言ってたのがやっぱりテレビの中でも TBS はすごい頑張ってるんですけれど NHK も良かったんですがテレビ朝日とフジテレビに関しては非常にまだまだコメンテーターのコメント含めて上層部の指示が入ってるのかなと思うんですが後ろ向きなところがあるのでぜひこれは本当に青少年への犯罪だということを前提にきちんと報道は向き合っていってほしいなと思います。 うん、ありがとうございました。うん、月一レギュラー東京新聞の望月磯子さんでした。ありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。明日は経済学者の金子勝さんです。